目がチャンニーザー系です、僕は今西九条駅に来てるんですが、今回この動画は、白浜駅の最終クロショーとなる、特急クロショー29号に乗ってきたということでお届けしたいと思います。このクロショー29号はですね、元北陸本線の683系を改造した289系車両で運転されます。電車は間もなく入線ということなので少し入線まで待ちたいと思います。今来ましたね。
島駅までやってきました。乗ってきた電車はですね、引き続き白浜まで運転されます。特急くろしお29号の旅いかがだったでしょうか。西九条からですね、途中の和歌山までですね、車内が激混みで、立ち席もできるぐらい混んでたんでね、あまり撮影することができなかったんですけども、和歌山から、ちょこちょこ撮影することができました。またですね、この今回乗った289系とですね、もう一つ287系があるんですけども、この列車はですね、グリーン車は各座席に、そして普通車にはですね、車両の、端っこですね、一番前と一番後ろの座席にですね、コンセントがついてるんでね、充電しながら快適に移動することもできます。